これすごい濃厚最強の潤い、うまい、うん、このしょっぱい甘いを自分で繰り返せるのが最高すぎる。皆さんこんにちは、増渕幸代です。今回もですね、東京銀座にあります茨城県のアンテナショップ、茨城センスにやってまいりました。こちらはですね、東京にいながらでも厳選された茨城県の上質な品々を購入することができるんです。その数およそ1000品。いやーすごいですね、多いですね。はい、茨城県はですね、自然が豊かなんで、お野菜、お肉はもちろんですね、お魚、そして地酒、工芸品もたくさんあるんです。ということで今回はですね、ショップ内のいろんなものを食べたいと思います。早速ショップの中に行ってみましょう。おお、やっぱいつ来てもおしゃれですね、センスは。あー、さすが茨城といえばのものが早速ありますよ。ほら、欲しいもん。いいね、これは絶対もうマストなんで買いましょう。あとこっちにね、レンコンチップもある。茨城県レンコンね、超有名ですから。一個一個があるじゃん、これめっちゃお土産に良くないですか。一個ずつこうやってさ配れる。見てこれ、さすが納豆ご飯のタレ、納豆ご飯にかける醤油。あ、出た、日立牛ビーフカレー、これお土産にいいっすよ。あ、日立の輝きもあんじゃん。レトルトカレー、あ、待って、ここは絶対に。すごい、アイスいっぱいあるよ。うわ、干し芋アイスだって。お御玉ヨーグルトだ。どうせ飲むし大きいのにしよう。お御玉ヨーグルト、じゃん、おくくじ卵、私の大好きな卵です。超濃厚なんですよ。ちょっと待って、卵買ったから納豆卵かけご飯食べよう。うわ、やば、見て、さすがです、納豆だけでこんな種類が。こっちにしようかな、納豆醤流しとぎ、かっけー、これにしよう。あ、お醤油だ、こんな数あるんだ。あ、え、これって茨城県産だったの。これよくうち使ってる、泡漬けの素。こっち地酒、日立のネストがありますよ。わー、地酒の数もすごいね、こんなにあるんですね。わー、すごい。あ、見てこっち、工芸品ですよ。うわー、いいですね、あの食材だけじゃなくてこうやって工芸品も置いてあるから。綺麗だな、いい食器で食べるご飯は美味しいですからね。うー、見て、まだ半周ぐらいしかしてないのにいっぱいになっちゃったので、新しいカゴに変えさせてもらいます。お願いします、重いです、気をつけて。あんこう鍋セットだって。これ買って鍋に入れればあんこう鍋になるんですよ。あ、スイートポテトだ、美味しそう。あ、一個売りしてるんだ、スイートポテト、いいね。見てこれ、めっちゃ可愛くない。ほら、宝石箱みたいになってんだよ。あ、茨城っすだ、茨城っすのショコラドクッキー、美味しそう、これは食べましょう。はい、ということで合計2カゴ分買いました。今からこれを食べたいと思います。はい、では私が買った中から今ここで紹介できる食べれるものを厳選しました。早速食べたいと思います。いただきます。じゃん、やっぱ干し芋からいきましょうか。この氷のやついいよね、こうやってお土産にさ一袋一袋で渡せるから。おー、かなりしっとりしてますよ、この干し芋。これ紅はるか、紅はるか干し芋、いただきます。おー、すごい、うん、超しっとりで、これすごい濃厚、めちゃめちゃねっとり系の芋が凝縮されてる。次、じゃん、
これも紅はるかだった。さっきのが丸干しでこっちが平干しなんですって。わー、こっちの方が食感的にはなんて言うんだろう、このあっさりしてる。さっきのもすっごいねっとりしてるから、こっちはねすごい食べやすいです。次、レンコンチップ。茨城はですね、レンコンの生産量が1位ですから。おいしい。うん、あ、噛めば噛むほどこのレンコンの味が口の中に広がっておいしいですね。うん、いい食感。じゃん、茨城っすのチョコラドクッキー。かわいい包装が、じゃん。あ、こんな感じだ。いいね、これお土産に本当にいいですよね。一個ずつ配って職場でね、はいどうぞって。あ、ハート、かわいい。どれ、うーん、うん、チョコラドクッキーなんで、あのチョコとクッキーの中間なんですよ。こうホロホロしてるクッキーって感じかな。で、口どけがなんていうの、滑らかな感じ、美味しい。うん、そしてこの茨城チスがめちゃめちゃ美味しい、いちご風味の美味しいクッキーです。うまっ。アップルジュース、いいね。大子町でしょこれ。大子のリンゴです。どれどれ、うん、わあ美味しい。うわ、めっちゃ濃厚。このサラサラ感、サラサラしてるジュースなのにすっごいリンゴが、リンゴって感じ。リンゴ 100% 100%。 うまっ。これを残したまませんべいを食べたいと思います。極上厚焼きまさかどせんべいなんで、かなりしっかり固めのおせんべいですね。うん、うん、いい歯ごたえ。うん、かなり硬いけど、これ私が今まで食べてきたせんべいの中で一番の歯ごたえ。おいしい。すごい、お米のこの香ばしさがしっかりと、でこの歯ごたえね、最高ですよ。楽しい、楽しすぎる。このしょっぱい甘いを自分で繰り返せるのが最高すぎる。無限に食べれるぞ。じゃん、みかん大福。これすごい気になってたんだよね。水戸市だって。柚子香るって書いてある。これ超気になってたんですよ。多分ね、多分だけどこれそのままみかんが入ってると思ってるんだけど、どう、違うかな。あ、違う？かなり柔らかいけど、え？気になる。まんま入ってる。うん、うわ、すごい。みかんのすごい汁が口の中でブワーって溢れ出して、最強の潤い。大福食べてる感じじゃないよ、この食感。新食感、美味しい。さっぱりしてて、これはですね、一口でいくと多分口から出るパターンの大福ですよ。本当は一口でいきたかったんですけどね。うん、この白あんの中に柚子が練り込まれてるんですよ。
だからほんのり柚子風味でさっぱりしててめちゃめちゃ美味しいです。全然くどくない甘さですね。このように食べれる。めっちゃ美味しい。次、さつまいもラングドシャ。お土産と言わず常に家に置いておくお菓子としていいですね。常に茨城を家に置いてください。東京の方は特に。そして気に入ったら茨城に実際に行ってもらうという。おわすごい、匂いがもうすでにこの段階でお芋のいい香りが。うわー美味しい。軽い、すごい軽いです。サクフワ、サクフワ食感で、これはねすごい食べやすくて美味しいですね。お芋がすごいですね、このどっしりと。お芋だけ濃厚な感じね。美味しい。幸田商店っていうあの有名な干し芋屋さんが作ってるお菓子なんで、だからここまでお芋の風味がしっかりとねこの一枚に閉じ込められてるんですね。次、メロンキャラメル。これ茨城県の鉾田市産のメロンを使ったメロンキャラメルです。茨城県はメロンの生産量1位ですからね。わ、いい香り。メロンの豊かな香りが、おいしい。わあ、すごいねこれ。もう完全に口臭がメロンになった。爽やか。これカフェメニューなんですけど、干し芋クリームクロワッサンっていうのがあるらしくて気になるのでこれも頼みます。お願いします。お、来ました、干し芋クリームクロワッサン。じゃーん、あーいい香り。ではいきます。おいしい。ふわふわサクサク。それでこのですね、干し芋クリームがちょっとこう冷たくて、この温かいクロワッサンにもう相性バッチリですね。干し芋クリームがすごく程よい甘みなので、クロワッサンの甘みと干し芋クリームの甘みとどっちも堪能できますね。ではここでご飯のお供タイムに突入しましょう。ご飯お願いします。ありがとうございます。じゃーん、ご飯。一人ご飯に合う選手権しよう。ネギサバ。茨城県はですね、サバの漁獲量が1位なんですよ。こんなに1位があるんですから、皆さん茨城来ればほぼ1位で全部のご飯食べれますよ。言っときますけど。おお、すごい。あー、なんか結構これいいサバ缶ですね。醤油ダレだ、醤油ダレのサバ缶ですね。よっ、おー、身は結構柔らかめだ。わっ、うまっ。ほろほろ、身が口の中でこうほどける感じ。
めちゃめちゃ美味しい。これわあ、柔らかい、柔らかいぞ。これをご飯にボーンドーン、ネギサバ、なかなかこれはご飯が進みますね。いいですね。続いてしそ南蛮味噌飯泥棒さん。これはですね、私多分ですね食べたことありますね。美味しいんですよこれは。わあ、こんな感じで結構柔らかめの味噌です。でしその香りがもう蓋を開けた瞬間から、美味しそう。これは果たしてどれだけ飯泥棒なのか。いきます。うまっ。これ飯泥棒少量でご飯10杯ぐらいいけるかもしれない。すっごっ、結構しっかり味が濃いから甘辛味噌ですね。なんだ、飯泥棒がついたご飯で白飯いける。飯泥棒がついたご飯を食べて飯を食べる。うまい。続きまして、あ、ここでじゃあジュース挟もう。じゃーん、ぶどうジュース。お高級なぶどうジュースです。これはですね、下手するとワインぐらいの値段です。わあ、え、これもう香りがちょっと赤ワインっぽいよ。すっごい。さてさて、ジュースなんだ。いい音です。いい透き通り具合ですね。あ、ちょっと待って、これもうワインの一歩手前ですよ。超芳醇。わあ、これワインじゃない？ご飯のおかわりお願いします。続きまして、スイート梅。梅干しコーナーにあった、一粒一粒袋に入ってるタイプの梅、ご飯の上にドーン。いいね、美味しそう。ちょっと先にまずちょっとだけ食べよう。あー、うん、美味しい。あのスイート梅なだけに甘いんですけど、でもちゃんとね、梅干し本来のこの酸味がしっかり効いてるのでご飯に合います。私結構甘い梅干し好きだから、これ相当好きなタイプの梅干しですね。では一度甘いのに行きますか。じゃーん、どら焼き。これは笠間ですか？このフォルムはまさか中に栗が入ってた。うん、まるまる1個栗が入ってる。結構だから重いですね。ずっしりとしたどら焼き、おいしい。栗の甘さを引き立てるためにあんこはそこまで甘くないです。なのでしっかりと栗の旨味甘みが凝縮されてますね。
パクいけちゃう。だから実は一個売りじゃなくてまとめ売りもしてましたので、そちらの方がお買い得かもしれない。この美味しさは。続きまして、宝石箱クッキー。これはおしゃれだったから、かわいい。これ本当に、あ、これしかもなんか桜のあれじゃない、花乗ってない、この桜は。桜のね、塩漬けが乗ってるんですよ、これ、このクッキー。だからかなりちょっと塩っ気もあって、お紅茶に合いますよ、これは。ご飯のお供グランプリに戻ります。はい、サバの水煮。茨城県はサバの漁獲量1位ですから、サバ缶の種類もかなりありましたね。あー、すごい身が分厚い。いくか、いっちゃおう。身がふわふわほろほろ。あ、これはご飯も進むけど、どちらかというとビールもありのパターンかもしれない。わあ、うまっ。なんかあれですね、やっぱ身がすごい柔らかいですね。これはやっぱりですね、茨城県産の国産のサバを使ってるからですね。うまい。あー悩む、どうしよう、難しすぎる。こっちの半分で卵かけご飯を作って、こっちに納豆ご飯を作って、一個ずつ食べてからの混ぜ合わせようか。はい、では参りましょう。贅沢ですね。おくくじらんとお高級納豆しとぎを合わせます。パカッ。いやー、いい色ですね。いつ見てもおくくじらんはいい色。続きまして、こちらはですね、納豆ご飯専用のお醤油なんですが、卵にもかけちゃおう、どうせ美味しいし。そしてここで溶く。うまっさ。ここでこのように半分卵かけご飯を作っておきます。サチヨズクッキング、これを食べます。うまい。なんだこの濃厚な卵。卵の味が、超高級の卵かけご飯。やばい、このまま食べ進めちゃう。うまっ。わあ、さすがっすわ。卵そのもののうまみがですね、何なんだろうね、おくくじらんって。天才の卵ですよ、天才の卵。次、うわー、緊張の瞬間。いきます、お高級納豆。ババーン。おー、よっ、いいですね。おー、いい糸を引いてます。これは高級な糸だから全然このへたらないんですよ、この糸が。見て、すごいでしょ、ほら、わかるかな。はい、さあどうでしょう、高級納豆しとぎ、いただきます。
うーん、おー、豆の香りが強い。うん、わ、粘り気もやっぱすごいですね。うん、やばい、喋れない。すごい美味しい、これは。わ、豆、豆感、豆って感じ。うん、さあここで高級納豆とおくくじらんを混ぜます。ミックスさせて納豆卵かけご飯にして、ご飯を、うまい、完璧だ、完璧。飲み物だ、めちゃめちゃ美味しかった。続いてブルーベリー&ヨーグルト、これはですね、はい、おみたま市さんですね。結構柔らかめのヨーグルト。おう、わー、おいしい、濃厚ですね、さすがおみたま、おみたまさん。これはですね、飲むタイプみたいな、うん、それでは最後まで取っていましたおみたまヨーグルト、これはですね、私の大好物でございます。チェンチェンに差し入れして、チェンチェンもね、気に入ってくれた最強のヨーグルト。では行きましょう、乾杯。ということで、ペロリ。ペロリ。はい、ということでいろいろ食べてきたわけですけども、やっぱりね、茨城県お芋美味しいですよね。お芋を使ったお菓子とかね、スイーツとかたくさんあって、うん、かなり食べ応えがありました。食べ比べが本当に楽しかったです。あとやっぱり納豆ご飯、納豆卵かけご飯、あの食べ方めちゃめちゃおすすめなんで、ぜひ皆さんもやってみてください。茨城県はですね、あのお肉やお野菜、そして魚系だけでなくですね、こうやっぱ工芸品とかお土産品とかもたくさんあるんですよね。なんでぜひ皆さんもお気に入りの一品を探していただいてですね、皆さんこう配るのもいいですし、自分用に買うのもいいですし、まあとにかくいろんなね、楽しみ方ができるわけですよ。なのでぜひ本当に一度このセンスに足を運んでいただいて、この茨城の好きなものをね、自分でちょっとピックアップして、でいいのが見つかったら茨城県に行ってください。そして茨城県でその美味しいものを味わってみてください。はい、ということでごちそうさまでした。